はい、どうも皆さん、おはようございます。こんにちは、こんばんは。不動優勢です。さあ、本日なんですが、ジャンクウォーリアーというね、宇宙最強モンスターご存知でしょうか皆さん。これね、あの新規イラストがなんか謎の呼び起こされし奇跡の竜っていうパックで実装されまして、これ僕、まあ、配信で診断開封つってこれ向いたんですけど、このジャンクウォーリアーがあまりにも出なかったんですよ。で、僕これ2万ジムぐらいなんか突っ込んでやっと出るみたいな、なんかほんとクソみたいな引きをしましてですね、ほんと腹立ったんですけども、まあそんだけ頑張って向いたんだったら使わざるを得ないということで、デッキにしてきました。現代遊戯王でジャンクウォーリア活躍されるのめっちゃむずいんですけど、今日はですね、まあ、どういう意味かっていうと、このジャンクウォーリアを使うがために、まあジャンクシンクロンですね。ジャンクシンクロン、あ、ちなみにこれ、こいつさ、シンクロ所管条件さ、ジャンクシンクロンって指定してるからさ、なんか汎用じゃないから、なんか基本的になんか他のデッキとかも出せないんですよ。ジャンクシンクロン出さないと。うん、で、まあ、ジャンクシンクロン召喚して、まあ、ジャンクシンクロンが召喚成功時に、自分の持ちのレベル2以下のモンスター特殊ができますんで、レベル2を特殊召喚して、まあ、レベル5シンクロしていくっていうのは基本的な流れになってますね。で、ジャンクシンクロンとか、あとこれ、ジャンクウォーリアのこのサポートってめっちゃ多くて、まあ、ラッシュウォーリアとか、あとこの、スクラップピストとか、こういうね、サポートカードがめっちゃいっぱいあるんで、一応、なんかその強化してくれてる気はあるんですよね、コナミ君的にも。ただ、まあ、いかんせん使いづらい。まあ、これもサーチねえし、これはサーチあるけど、レベル2、のモンスターを用意して、まあ、召喚権ジャンクシンクロに割いてる時点でお察しっていう、ジャンクウォーリアー出してる暇あったら、ジャンクスピーダー出せみたいな話あるからさ、正直。だから、まあ、今回はこれをまあどうやって使ったら、まあ、一番その現代遊戯王で強く使えるかというところなんですけど、まあ、レベル2を特殊召喚できるっていうところで、スプライトがまあ基本的にはやっぱ一番強いかなと。レベル2のテーマとしてはね。で、さらに、最近スプライトって結構この、暗黒の将来神が入ってるっていうのも、あるのか知らんけど、この、ユベルギミックを採用してることが多いんだよね。まあ、ナイトメアスローンで、この、将来神持ってこれるっていうのもあるし、あとナイトメアスローンから、ファントムエベール立てて、まあ、先にその、誘発ケアしてからスプライト展開できるっていうのもあるから、結構相性が良くて。なんで、まあ、ここの出張ギミックプラス、まあ、スプライト展開をしていって、普通に戦っていくっていう感じの、まあ、ギミックになってるんだけど、まあ、これの中に、まあ、ジャンクシンクロンを入れることによって、一応普通にシンプルにジャンクウォーリアが簡単に出せるんですよ。まあ、召喚権使っちゃうんで、やっぱりあんまり、その、後手からこいつを出していくっていうよりかは、先行でちゃんと妨害作って相手の、盤面を制圧して、で、会社も3ターン目とかにジャンクシンクロン召喚していくっていう動きが基本的になるんだけど、まあ、それをしていくにあたって、まあ、ヒーローキッズっていうモンスターが結構その、ギガンティックスプライトとか、まあ、エルフとかから展開して、レベル2のモンスターがバババって3ターン並ぶんだけど、これ戦士族なんですよね。だから、イゾルで作れて、で、イゾルでもリンク2なんで、まあ、そのスプライトの展開上結構簡単に、制約かからずに出せて、で、さらに、イゾルデが、ジャンクシンクロン持ってきながら、装備カード2枚落としたらレベル2を供給できるってことで、モンスター数減ってないにもかかわらず、ジャンクシンクロンがサーチできるっていう。で、しかもジャンクシンクロン引いてたらラッシュウォーリアサーチできたりするし、まあ、とても優秀なんですよ。だから、今回はこのスプライトギミックに強引に、イゾルデとジャンクギミックをぶち込んだ、まあ、スプライトスクラップピストデッキ、ご紹介していきたいと思います。まあ、ちょっと、残念ながら、デッキの中にギミックが多すぎて、手札イラストが入れてる、余裕がなかったんで、まあ、先行番長みたいな、まあ、後手全然勝てないみたいな話あるんですけど、まあ、一応、一滴とかを入れて、なんか雰囲気勝てそうな感じにしてます。はい。やっていきましょう。スクラップピスト、決めていくぞ。デュエル、スタンバイ。いや、ジャンクウォーリアってなんでジャンクシンクロン指定してんだろうね。イニシエのモンスターすぎてさ、なんかチューナー絶対なんか指定されてんのうざいわマジ。このデッキ、このデッキじゃねえや、モンスターどっちかだな、ちょっとどっちもいいか。汎用モンスターだったら活躍させようなんかいくらでもあるんですけど、やっぱジャンクシンクロンとか指定されちゃってマジやばいっすね。まあ一応シンクロンチューナーのなんか代わりになるみたいなモンスターはある程度いるんですけど、まあいるんですけどね、はい、まあいるからなんだみたいな話はある。まあそれをね、まあ果たしてまあ簡単に使って、まあライティドライバーで、しかもなんかライティドライバーでシンクロンモンスターの代わりになったりするんだけど、ライティからレフティ出してシンクロンできるのレベル4までっていう、うざすぎ。で、アルティメット2ビルケアします。ギガンティックスプライトを出しまして、ギガンティックパイセンの効果発動します。
ギガンティックパイセンの効果でこのニビルケア完璧なんで、これで、アルティメットヒーローキッズ出していって、ヒロキ効果これね結構強い場面でいけんじゃん。でヒロキ特殊して、まあ、レベル2がめっちゃ出てくる。ほんでまず一旦戦士族モンスター2体でイゾルで作ります。はい、イゾルで、でこれでまあここはもうジャンクシンクロ持ってくるようなんですけど、これただのこれ次のターン準備したかったんですけど、これジャンクシンクロ引いてるんで、これはラッシュウォーリア持ってきましょう。ラッシュウォーリアはさで、イゾルでの効果を発動しまして、装備カードを2枚墓地に送ることによって、誰ですか、ソニックウォーリアですね。はい、ソニックウォーリアを得しようか。これソニックウォーリアはあれです、フィールドから墓地を送られた場合になんか、レベル2のモンスターの盾が500上がるっていう、もう完全にジャンクウォーリアサポートみたいな効果を、しております。はい、で一旦ちょっとエルフ出しましょうかね。はい、でヒロキ使ってエルフ出しまして、ウィほんでこれスターターもあんのクソ強くない、これ普通に。でマスカレ作るでしょ。なんかさ、あれだよな、メルフィーとか入れたらメルフィーも全然これいけそうな展開力してんな。はい、でソニックオーリアの効果で打点が500上がるという効果にチェーンして打っておけば、これソニックオーリア蘇生しとく。ブルージェットはまあそうしても意味ないから、これさソニックオーリア蘇生してさ、なんかそのレッドとかキャロットとかのコストにするとさ、なんかさあのスプライトモンスターたちの打点上がんだよな。これキャロット特殊してからの方がよかったの。そしてソニックオーリアの効果で打点が上がる。で、キャロット特殊、まあそんな対戦に行きはねえか言うて、まあ一応リンク先出しとくか。オッケー。でこれで、まあ、スターターセットしといてエンドかな。一応次のターンジャンクシンクロの召喚からジャンクウォーリアを出す準備はできました。でラッシュウォーリアが、打てます。これは結構反動強かったんじゃないですか、これスプライトジャンクスプライトデッキの中ではね、宇宙最強反動と言っても過言でなかった気がするわ。これさあかかってこいよ。これはなかなか強力だぜ。雪撃の血抜く、何これ効果無効にできるっていうやつですね。モンスターレッドの効果が無効になりましたと。あーまあ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 、じゃあもう一体出せばいいか。一応スターター打ちます。さあ効果なんかありますか。あ、ないですね。 OK です。でスターターの効果発動して、まあもちろんレッドもう一体入ってるんで、レッドもう一回出しまして、でまあレッド無効になったけどレッドもう一体いますよというところで、まあ実質意味がない血抜くでしたね、非常に。はい、さあどうしますか。お、あ、そっか、ボレアス送るな。あ、そうだね、コストでね。はい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 、オッケーです。でこれで、ダリーナウララ打つか。さすがにウララ打った方がいいな。まああれだ、バータに打ってもいいけどな。うん、ただ結局バータってことは、あ、墓穴か。なるほど、まあ、墓穴は止めざるを得ないかな、さすがに。まあ、キャロット効果しますか。キャロットの効果発動して、これをだからソニックウォーリアーにすると打点が上がるのか。おもろいな。このソニックウォーリアーちょっとだけシナジーやんの、笑うな。このスプライトと。さあ、ソニックウォーリアーを。抹殺の指名者、お前ふざけんの、マジ。あやるやん。それは止められねえな。それは止めらんねえ。ウララレベル2じゃないから蘇生できないしな。まあいいや、そんなに通してんのか、スズリを。まあしょうがねえな。スズリで持ってくんのって、でもあれだろう、バーターだよな多分な。バーターか、まあ、ブラックツインシャドウとかその辺もあるんだけど、一応ちょマジでこれはブライのバー、まあ、そうだよね、バーターだよね。でバーターは一応レッドいるんで、あ、でソニックオーリアの効果でめっちゃ立て上がる。おもろ、これ打点上げとけばね、またジャンクオーリアのね、あの召喚したときに打点がね、あのより上がりますから、ジャンクオーリアの。で、これバータが出てくる。で、バータはね、さすがにね、これね、一旦ちょっと破壊したいんで、スプライトエルフの効果で、これリンクモンスターかエクシズモンスター蘇生しといたらいいか。シンクロデッキって並んでるとやばいんですよね、モンスターが。だからチューナーとチューナー以外のモンスターが並ばない状況を常に作り続けることが結構大事で。はい、でイゾルで、
で、これイゾルデをコストにすることによって多分バーダ死ぬんで、そうすると注意ないだけになるからスズリだけになるからいける。で、これレッド効果、イゾルデもうお前いらねえから、お前コストに、ただ出てきてコストになるだけの、おばさんで、これ、リンクモンスターコストにしてるんで破壊できます。 OK で、これ中7並びません。で、まだリトルナイトの防寒残ってますからね、俺。ちょ、まだ手数あんの、やば。あいつ、まだ手数あんのかよ。やべえだろ、手数の多さ。あと1枚はさすがに大丈夫でしょう。これ飛ばそう。レベル4のモンスター2体って言ってくると、なんかレイドラプターズとか入ってた時に、ワンチャン貫通されるんですよね。なんで、ここ、スプライトレッドを使ってリトルナ出して、OK。で、リトルナイト効果発動して、ここ飛ばしましょう。あいつトラップカードの効果いけないけど大丈夫だな。あ、オッケーオッケー。これでさすがに手数は止まったはず。さすがに。さすがに頼む。もうやめてくれ。あっぶれー。マジ、このデッキ手数を誘発全部剥がされたわ。誘発じゃねえや。妨害。妨害、俺の妨害全部剥がされたか。こっからは俺のターン。ドラウン。いらねえ。うむ、なるほどな。よし、では、まあ、これはちょっと最大展開を目指していくしかない。スプライトエルフの、リンク召喚しスプライトエルフの効果を発動、スプライトエルフの効果によりスプライトブルーでいいか。スプライトブルーを特殊召喚、そしてスプライトブルーの効果を発動。スプライトブルーの効果によりスプライトジェットを手札に加え、そしてスプライトジェットを特殊召喚。ほいほし。スプライトジェットの特殊召喚成功時効果。スプライトガンマバーストの手札に加えてさせてもらうぜ。そして、召喚ジャンクシンクロン。ジャンクシンクロンのモンスター効果。自分の墓地から。ソニックウォーリアーを特殊召喚。そして、レベル2のソニックウォーリアーにレベル3のジャンクシンクロンをチューニング。集いし星が新たな力を呼び起こす。控えさせみしとなれ、シンクロ召喚。いでよジャックウォーリアー。かっこいい。ジャックウォーリアーの効果、レベル2以下のモンスターの攻撃力の合計分アップ。さらにソニックウォーリアーの効果、さらにこの効果にチェンし、スプライトガンマバーストの効果を発動。フィールドのレベル2リンク2、リンク2のモンスターの攻撃力を1400アップ。キュイーキュイー、うおー、パワーオブペレオス。あ、一応フェニックスギャブレの装備。うわ、攻撃力12400、渾身の一撃スクラップピストル。ズージャックウォーリアー最強。いやー、ジャックウォーリアーの召喚ムービーめちゃくちゃかっこよかったな。やばいかったな、マジ。やっぱ新規イラストってなんか興奮するね。コナミいい商売してると思うわ、マジで。まぁ、あ、ちょっと生成不可だから絶対パック向かなきゃいけないってのは、まあ、結構きついんだけど、普通にいつもクソ沼ってっから。ジャンクウォーリアーだって俺向くまでになんかすげえ金使ったと2万ジェムぐらいなかったからな、普通にシンプルに。だからまあスターダストは結構俺なんだけど、なんかジャンクウォーリアー全然出なくて、まあ、こんだけ金かかったんだから使わざるを得ないでしょみたいな話あって、ただあのデッキにするのマジむずすぎてずっと使ってなかったんですけど、まあいよいよとなったらね、まあ、動画にして、これでまあ一応ギリギリ、まあこの動画多分ね20万再生くらいしないとまあ元取れないみたいな話あるんだけど20万持ったか、まあ、でも10万回再生くらいしてくんないとちょっと元取れないみたいな話はあるんだけど、ジャンクウォーリアーだからもう一人申し訳ないんだけど一人10回は見て、今見てる皆さんこの動画元取れないんで、皆さんが1人10回見ないと、だから1人10回見てください。はい、そしたらいつもの10倍の再生数になって元取れるんで、ジャンクウォーリア分の謎の、墓守の祈祷師とスターダストチャージウォーリアで、あ、ベアトリーチ来た。でもベアトリーチさんもね、そろそろ危ないと言われてますね。はい、OCG の方ではね、どんどん規制がかかっていまして、まあラバルバルチェインが死んでんのになんでこいつ生きてんだと言われてますし、もうなんなら今デモンスミスっていう、まあモンスターの影響でベアトリーチの方がなんなら出しやすいという話がありますので、まあこいつはそろそろ怪しいと言われていますが、マスターディールドはどうなんでしょうか。こっから王の棺とかいう宇宙展開されるのがやばすぎるな。これ精霊の鏡って何、プレイヤー一人を及ぼす
通常速魔法カードを発動した時にその効果をもう一人プレイヤーに効果。へえ、おもろいカード入ってんね。いやこれ UR なんだこれなんかあれだね、闇の誘惑とかのなんかそのデメリット効果をなんか相手に押し付けるみたいな、なんかあのうんこみたいなコンボ昔ありましたよね。うん、なんかロールバック落ちてるのちょっと怖えんだけど、無の煉獄、無の煉獄トランザクションロールバックの効果発動する。あ、精霊の鏡来た最初。あ、俺？え？あ、これもしかしてさ、え、これもしかしてなんだけどさ、無の煉獄のさ、このデメリット効果みたいなやつって、これ俺が知ってることなの？俺このターンのエンドフェーズで自分の手札を全て捨てる、もう一人のプレイヤーに移し替える。え、これもしかしてこれ俺エンドフェーズ俺手札これ全部捨てられちゃったりしないよね？え、でも闇の誘惑コンボ、確かなんか精霊の鏡のコンボってさ、確か相手に送りつけてなんかやばい。スクラップピスト何も起きん。いや何も起きんけど、最後のドロースクラップフィスタの天才すぎるだろ俺。負け方芸術かよ。